海マサニート鳥取県です。はい、お久しぶりです。いやなんか今日ツイッター見ましたよ。はい、なんか特急で鳥取に向かってる途中トイレでどんどん叩かれて、はい、あ、そうです、そうです、待ってあげたらなんかおっちゃんに何か言われたみたいな。そうです、蹴られたんですかね多分、はい、ドーンドーンってやられて、はい、パッて蹴れたら、はい、おっちゃんがこんなでかいやつ出てくるそうなるわ。大旅館でかつてない恐怖体験をと、この廃墟をお化け屋敷に再利用しました。ジュークなんかお腹痛くなってるうん、見たりする人が結構おるらしい、うん、あとは心臓発作8人やばいってそれほんま骨折が40いやそれこのまま人が驚かすタイプ。それ以外何があるなんか人形みたいな何人亡くなったやつ。ちゃあお絆創膏とか持ってきたわ。いやもう怪我する気やん。あ、でも僕たちは警備員なんですわ。巡回を決意、あ、その殺人鬼の手がかりを僕たちが見つけるみたいな。だから頭脳もいるってことですね。驚いて歩いてだけじゃあかんねや、うん、え、めちゃめちゃ真っ暗。来た、あ、でも絶対わざとやん。もうた血ついてるって。うわ嫌やな、うん、うわえ、めっちゃ怖いやん。怖いよそりゃこっちほら、洗面所とかやばいで。うわ、びっくりした。うわまさに、なに見て、なにあれ助けて。もう全然次、戦闘次、戦闘っすか、うん、奥の方に、多分ほら、浴室って書いてますね、あれさっきのびっくりで。いや、結構エネルギー使うちょっと、あ、これ、ほら、温泉の場所や。え、めっちゃ嫌。薄くね、血だらけらしい。うわっ、うわっ、え、もうびっくりした、もうびっくりした。いや、まさに。うわっ、なになになに、うわっ、来た、うわっ、うわっ、うわっ、そっち、うわっ、そっちもあれ。なんか席出てきた。あかん、ここへ、あかん、ちゃんと順度ほら、ちょ、それなしやって。うん、何、やめてよ。それザーでびっくりしたんです。これ、うわ、もう絶対おるやん。怖い。うわー、うわほんまにあかん。もうなんか3日ぐらい経ったらしいですよ。汗だく、汗だく、ほんまに。やん、想像以上にやっぱ怖いっすね。まあそうですね。あれで怖ない言うとおかしい。 いやなのでちょっとこの後あのまさに言うと姫路の海歩きなんで、はい、早速ですけど行きますか。行きましょうか。ありがとうございます。